皆さんおはようございます。現在私は JR 新潟駅磐梯口に姿を現しております。さあそれではですね、新潟駅磐梯口からすぐ向かいでございます。磐梯口を降りまして向かいのところに今回伺います。ホテルグローバルビュー新潟がございます。そしてそちらのバイキング会場でございます、ダイニングエディット越後、こちらの方にですね伺って朝食バイキングいただきたいと思います。さあそれでは入場いたしまして、どのような段取りで食べられるのかホテルの人に聞いてまいりましょう。全世界うまいもの巡りの旅その102。おはようございます。宿泊者じゃなくても2階のレストランは朝食利用できるんでしょうか？どちらでお支払いすればいいですか？2階です。じゃあはい、わかりました。さあ、早速朝食会場にやってまいりまして、お料理の数々見てまいりましょうか。さあ、数々カレー、スープ、いろいろございます。そして、純菜などの、ね、副菜でございます。そして、新潟といえばコシヒカリ、こちらでございます。で、炊き込みご飯もあります。こちらのね、朝食バイキングはですね、地産地消、新潟のね、お料理たくさんご用意しておるようでございます。新潟の美味しいものがこちらの会場で食べられるということでね、これはほぐし身でございます。からし明太子、そしてね、ほぐし鮭、いろいろございます。そして味噌汁で、これはね、お豆腐でございます。そしてお豆腐の後はとちおの油揚げでございます。で、鮭で、きんぴらでございますね、ちょっと太めでございます。ゆで豚でございますね。そしておでん、くるま麩が入っております。くるま麩がまた新潟名物となっております。で、これがタレカツ用のカツでございます。豚のヘレカツでございますね。そしてお野菜の数々見ていただきましょう。リーフ類が多いんですかね、キャロットとかですね、そしてオニオンなんかもスライスでございます。こういうとこはキャベツがないんですよね、残念な。そしてシューマイかなと思ったら、あら、なんとゆで野菜ということでございます。さあ、一の膳行ってまいりましょうか。いつものように一の膳は体を温めるお味噌汁いただきたいと思います。そしてお野菜の数々、まずはね、ベジファーストでございます。ベジタブルをいただいて繊維質とビタミンを摂取する、これが私のね、一つのセオリーでございます。まあいろいろね、全種類取らせていただいてですね、食べさせていただいておるんですが、まずは緑のものということでございます。そしてこれでは体が冷えるのでお味噌汁と、こういう風なね、相関関係を保っておるわけでございますね。この水菜とね、オニオンスライス、これがなかなか美味しい。ドレッシングがね、今回はちょっとあっさりしたドレッシングだったのでね、あのドロドロドロっとしたね、マヨネーズ中心のね、あんな感じのやつではありませんので、まるでかかってないかのように見えますが、実はドレッシングがかかっておるわけでございます。そして野菜を食べた後はしっかりと体を温めると、そういうことになっております。
あもりもり食べましてね。でお味噌汁も、お味噌汁もね割と具沢山なんですよね。いろんな薬味がね添えられてまして、ネギとかいっぱい入れました。そんな感じでね。でお豆腐がね入っておる、そういう感じでございます。しっかり入ってましてね、炊き込まれておって固くなっておって、そんな感じでね、なかなか美味しいお味噌汁でございました。さああと少しのねお野菜を取らせていただきまして、一の膳終了していきたいと思います。さあ二の膳をいただくんですが、二の膳は乞うご期待でございます。させていただきまして、お野菜も取らせていただきます。紫キャベツと、ね、水菜レタス、そしてキャロットとオニオンでございます。でね、これが二の膳でございます。二の膳はね、これも丼もんでございます。ほぐし鮭と保護してない鮭、鮭鮭でございます。いくらだったら親子丼になるんですが、でも卵類はね、そしてとちおの油揚げでございます。これはもう郷土料理ということでね。できんぴらごぼうでございます。からし明太子とほぐし鮭、そしてゆでしらすの、ね、海鮮丼でございます。今回はね丼もんで勝負したかったので、こんな感じの一品にさせていただきました。まずはきんぴらごぼうを食べながらね、これがアクセントになるわけでございます。そして鮭のブロックでございます。切り身ちゃんでございますね。鮭の切り身ちゃんいただきまして、白いご飯とほぐし鮭も取りましていただきたいと思います。ご飯はね、もう一杯食べるつもりなので、薄めでございます。がっつりご飯しますとね、もうこれでお腹いっぱいになっちゃうので、この海鮮丼もなかなか美味しいですね。ご飯ももりもりいただきます。とちおの油揚げ、そしてしらすでございますね。このね値段は張るんですけど、ここのね朝食はなかなかね有意義でございます。地産地消でね、新潟ならではのお料理がたくさん出ますのでね、これは楽しむべき朝食になると思います。この油揚げがね分厚くて美味しい。そんなにね醤油バンバンかけなくてもね、魚からの塩分が出てますので、そのままでいただける、そんな感じでございます。これがね甘酒でございます。ちょっと微妙な味でございましたが、甘酒でございました。私がどうこういうようなことはございません。まあ郷土料理じゃありませんが、こういうね、体に良いデトックス素材なんていうものはですね、美味しくなくてもそれなりに体にいいんだと思い聞かせて食べていただく、
こういうことでございます。美味しい美味しくないじゃありません。体に良いか良くないかでございます。さあそれでは三の膳いただきましょう。三の膳は体に悪そうなタレカツでございます。カツとそして、温泉卵でございますね。もうご飯にねこのタレが染みついたとんかつ、栄養のこと何も考えてないということでございます。炭水化物とタンパク質、これだけでございます。ビタミンはゼロ、それプラス温泉卵ですからゼロゼロでございます。これ調理方法変えればちゃんとねれっきとしたとんかつカツ丼になるんです。別々で取っておると、お腹の中入れりゃ一緒ということになります。今回のタレカツのタレはね天丼よりちょっと甘めですね。天丼だったらね、天丼のタレだったらもうちょっと醤油が効いて辛い感じなんですが、今回の甘みが勝っておるタレカツのタレでございました。まあいろいろ味の加減は違うんでしょうけどね、まあ新潟市ではそんな感じと受け取っておきます。長岡じゃね、あのそばつゆの天丼のつゆと、そういう感じでございました。新潟といっても広いですからね、地方によってだいぶ味が変わったりするかもしれません。さあ最後に温泉卵ぶっかけまして、ぶっかけ飯でいただきます。そもそもね温泉卵に出汁がかかってますのでね、それで残ったご飯と卵かけご飯というんですよ、あえご飯にして一気に吸い込んでおる、そういう感じでございます。やっぱ朝と卵というのはなんか美味しいんですね。卵なしには朝は語れない。さあやってまいりました四の膳でございます。さあ四の膳はですね、もうさすがに、お腹いっぱいなのでデザートとお飲み物ということでマンゴージュースでございます。オレンジジュースではありませんよ、マンゴージュース。南国を思い出しましてマンゴーを飲ませていただいております。さあこちらはね新潟名物笹団子でございます。そしてフルーツいろいろね、フルーツいろいろとホットレモンティーを、あ間違えました、ホットミルクティーをいただきたいと思います。まずはねバーナナちゃん、バナーナでございます。ペロッといただきまして、さあ次は笹団子いただきましょうか。よもぎのねあんころ餅でございます。これでございますね、しっかりと笹でくるまれておって、よもぎの香りがしっかりします。中のあんこもこしあんでね上品でございます。甘さもねあっさりしておるって非常に美味しいということで、さあどんどん行きましょう。今度はねオレンジでございます。みかんじゃありませんよ、オレンジでございます。ペロッといただきまして、さあそれではレモンティー作ってまいりましょうか。レモンティーじゃありません、ミルクティーでございます。私はねミルクティー飲みでございます。でね、なんでか知らんけどお箸を使いながらいろいろやっておる。まあ朝というのはいろんなもんがなかったりあったりして困るもんでございます。あったりなかったりする、こういうことでございます。
さあお砂糖を入れましてね、でミルクはねいつもねダブルなんですよ。ダブルで入れる。もうこの音楽が流れますと終盤に差し掛かったということになりましょうか。さあそれではですね、お箸で混ぜて、スプーンなしでございます。どっか探しに行ったらなかったので仕方がない。さあ飲ませていただきます。至福の一時。さあ最後笹団子もいただきましょうか。朝日がねまばゆい新潟の朝を迎えて、元気いっぱい栄養をとって英気を養う、これがね醍醐味でございます。こしあんが美味しそう。さあミルクティーもどんどん飲ましていただきます。さあ、ごちそうさまでした。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。